この度は残念ながらお悔やみを申し上げます、まあ何と言っていいのか悲しくて言葉にはならないんですけども、いつかこういう日が来るんじゃないかなっていうのはまあ薄々感づいておりました、はい。まさか私も東武東上線のですね上板橋の準急に抜かされているあたりの手前で涙が流れてくるとはとてもしなくても思ってもおりませんでしてですね、そういう悲しいことがちょっとありましてですね、この度あの八助様のご冥福をお祈り申し上げますまあでも、はい、生まれ変わった生まれ変わった、ね、頑張っていきたいんですけどね、はい、もう悲しいことしか出てこないんですよまあでもある程度その、はい、もう一度きちんとされた資本と一緒にお仕事をなさるんで、はい、今後より良いソフトっていうかコンセプトでやってくださるんじゃないかなって、はい、思うんですけどね、はい、思ってたらね一本ぐらいですよ、はい、コナミブランドの名前でコナミザベストでもいいですよ、はい、なんで廉価版出してあげないんだと、ああそういうことも思ったりするんですよ、今後出るかもしれないですけど、ね、悲しいことでしょ本当に、いやどうなるんですかねと、うん何かあのハドソンのゲームって思い出あります？ハドソンのゲームですか、はい、僕はあのバグってハニー世代なんで、あ、あら、おお、やっぱあのバグってハニー、バグってハニーあのソフトの差し方で、はい、エラーバグ出せるじゃないですか。待てよ、遊び方がおかしいぞ。ちょっと待って。あのピンクのあのバグってハニー、そう箱の表と裏側が同じ絵描いてあるっていう、ね。そうあれ斜めに刺すと高橋名人がなんかみたいなのが。高橋名人なんか。なんかしたんですか。無敵かなんか忘れたんですけど、まあとにもかくにもだいぶやりやすくなるみたいな。っていうのが、まあ、思い出に残ってるぐらいですね。あと僕ボンバーマン弱かったですね。ああそうでしたかね。悲しいですね。そういうかな、はい、僕のあ、まあ、でもボンバーマンって結構やられました。みんなでやった方一人でやった。ボンバーマンみんなでやりました。あのスーファミのあのマルチタップのやつ使ってみたいでやるじゃないですか。やりますやります。ちょうどあれですね。あの時のあのコントローラーの長いのみたいのでいっぱい、ね、そうです。あ、やられますか。多分ボンバーマンの一番オーソドックスな遊び方なんじゃないですか。そうですよね、いやまさかやられると思ったの。ほらびっくり、柴田さん今日は喋ってると。そうですね、そうです、頑張って、まさかこんなに盛り上がってる話がね、ハロソンの追悼というですね。そうですね、いや僕はもう大好きだからこんなこと言ってるわけですよ、はい、まあでも、はい、なんて言うんでしょう、そのまあお葬式って言ったら言い方悪いですけど、悪いですけど、はい、お見送りっていうのは、ま、お見送り、そうです、まあその心配させないためにあるわけじゃないですか。そうですね、まだ一応3月の末まで、あ1月1日でしたっけ、まあ、逆にその、うん、今現在その苦労なされてるハドソンさんに心配されるって結構なもんですよ。そうですよ、お金があったら僕買収したいぐらいです。え、本当ですよ、ハドソンさんを M&A される、うん、あったらですけどね、みんなで、はい、あのキャラバンの常連たちわーって集めてみんなにお金出し合って、やったらなんと夢のある話ですけども。そうですね、まあまあそれはもう代わりにやってくださった方がいらっしゃったんでツイッターでフォローしてる時も、当時ハロソンの方とかも僕ちょっと何名かフォローしたりされたりしてる方がいらっしゃるんですよ、はいはい、誰にも一切その話に触れないっていうですね、うん、ちょっと深いな、ちょっとあの僕はあの、はい、全然わかんないんで無責任な質問になっちゃうんですけど、うん、いやいや触れられないぐらい辛いことなんですか。どうなんですかね。まあ彼らにとってはもうハドソンで辞めた、退社された人たちなんで、はい、もしかしたら予測がついてたんじゃないですか。ある程度。ある程度。ああっていう。そのなんか、あとはもう時期の問題だったみたいな。うん、時間との問題だったのかもしれないですけどね。うん、はい、そうですね。コメントいただいておりますけれどもいろいろあります。やらなきゃハドソンですかね。はい、そう、やらなきゃハドソンですね。バイハドソンとかあったんですけどね。あ、なんでバイハドソンなんですかって言ったら、あの、あの、いや、あの、なんて言ったっけ、あの、ハドソンのコピーで結構やらなきゃハドソン以外にも結構あったんですよ、はい、エンジョイハドソンですとか、え、うん、買わなきゃハドソンだったんですけど、なんで買わなきゃハドソンなのかって言ったら、はいはい、買わなきゃ損だよみたいな、そういうイメージなんですって。あー、まんまなんだと思ってましたけど、ね、もうちょっとひねればよかったのにと思って。そうですね、まあでも分かりやすい方がいいんじゃないですか。そうですね、まあいろいろそういう一時期の時代がね、うん、終わりましてね、いろいろそういうのがピリオドが来るんですね。僕の中でもう一つ大きな出来事があったりするとか、はい、メッセ・サノさんが亡くなったりとか。ああ、はい、僕の扶養会に入ってるのはあの
メッセ三王さんのですね、ええ、あの当時デジタルメディアインサイダーっていう業界紙向けの本があったんですよ、うん、あの業界紙向けの本で、すごいですね、もう何百何千っていう単位を月に1本のソフトだけですよ、はいはい、もちろんそれも仕入れてるんですよ。なんで、ええ、1ヶ月の仕入れ本数とかすごいんですよ。僕は高校ぐらいですかね、はい、それであ僕もいつかこういう仕入れができるような人になりたいなと思って、実はこの業界入ってたんですけど、ね、高校生の時にそうです、ね、ゲームソフトの仕入れがしたい、したいですよね、仕入れがしたい、もうだって商業科にいましたからね、その時高校。ああ、はい、商業高校だったんですか。商業高校でした。女性いっぱいじゃなかったですか。男子校でした。男子校で、はい、男子校で商業高校、男子校で商業高校、女性のイメージ強いんですけども、ええ、都立の商業高校だと偏差値が結構皆さん下が多いんですよ。まあ工業商業商業って言われるんです、普通みたいな。僕本当にど真ん中普通も普通だったんで、はいはい、選択肢が都立の中でちょっとなかったんで、ええ、別に頭がいいんじゃないです、はい、普通すぎた、普通すぎた、うん、平均的すぎた、平均的すぎたんですよ。500点中350点みたいな、そんな感じなんですよ、はいはい、でも歴史のテストで5点取ったことあるんですけども、5点、5点とか取るんですけど、はい、2点とか取ったことあるんですけども、はい、歴史のテストから忙しい、数学が97とかばっかり取ってるんですけど、どんだけバランス悪いんだみたいな。で商業科行ったんですよ、はい、でそれ行ったのも、まあ、みんな男子校で、うん、まあ男子校は楽しいですよね。え、高校男子校とか、僕工業ですよ。工業、工業っす。工業ってじゃあ普通に男性の比率は高くなかったですか。もうクローズワーストの世界ですよ。あ、そうなんですか、はい、僕は違いましたけどね。焼きそばパンとか、焼きそばパンとかは、まあ、自分買ってこい、買ってこいって買ってこい、買ってこなきゃいけないですけど、あ、そういうのあるんですか、ね、まあ、僕普通でしたね。それこそあの当時、うん、メッセさんおさんで、ええ、スーファミの画廊伝説買ったりとか、そういうの。ああ、その時か、はい、それその時はスーパーミコの時代から、ね、メッセさんおさんありましたからね。もともとメッセさんおさんってあの電気で三王電気っていう、はい、ね、電気屋さんでしたけど、ね、ええ、今ね一つの時代が終わったのかな。まあ、まあ別のトレーダーさんとかやってますけどね、はい、はい、まあ、時代がどんどん変わるわけですね。そうですね、で気づくと結構喋ってますよね。本当だ、ブラブラしてる間に、はい、そろそろじゃあ番組らしいので、え、始めようと思います。お願いします。はい、集まる楽しむ、そんな感じ ATS。はい、始まりました。秋葉戸 TV ステーションから生放送でお送りいたしております、情報バラエティショー、その名も ATS。 水曜日 MC の担当のウォークインです。よろしくお願いします。と今回から皆さん初めまして、いなかったことになってる。師匠からゲームの勉強をさせてもらうために、まあ、池袋の方からやってきました、アシスタントの柴田と申します。びっくり、宮下柴田さん池袋の方からやってこられたってあるじゃないですか。あれ、はい、僕柴田さんの調べさせていただいたんですけども、あの一本まっすぐブーって行くとちょっと右に入っただけですね、僕の潰れたお店があった場所です。え、ここ柴田さんどこって思ってびっくりしましたね、あれね。あそこに、まあそうです、はい、僕が一生懸命1年かけて出したお店が、はい、半年で潰れたお店があったと思うんですね。なぜですね。行きましょう。はい、この番組は毎週水曜日から金曜日の22時から22時55分までの生放送、毎回公開収録となっております。入場料2000円。何が笑ってんの、面白いのか。さっき放送40秒間まで何も準備してるんやって言ってた、誰が面白いんだこの人も。この番組はですね、入場料2000円でスタジオに遊びに来ることができるんですけども、この前に、毎週水曜日の毎週ね、第2第4の水曜日ですね、そうですね、行われております。町宮亜子の教えてあげる、こちらと一緒に越山観覧された方の場合はですね、 ATS のこの入場料が半額の1000円で、ご覧いただくことができるということになっております。ぜひとも皆様、お近くの方とか足をお運びくださいませ。お願いします。よろしくお願いいたします。でですね、毎週この水曜 ATS はテレビゲームをお話をしようかと、はい、はい、いろんなメーカー様からいただいた素材とかですね、ぜひとも特に明日発売のゲームのタイトルとかどんどん紹介していこうと考えております。今僕こんだけ一生懸命急に早くしなったのでですね、思い出しまして55分の番組だったんですよね。もうこれ今10分過ぎてるじゃないですか。予定ではですね、あとこの時間内でゲームの紹介が収まるかどうかわからないと今気がつきました。はい、びっくりしまこうと、はい、早速ですが、まず1本目のタイトル、こちらは明日発売のタイトルですので、ぜひともご紹介させてください。 VTR お願いいたします。ハードボイルドカーアクション、ここに極まる。
破壊、衝突、ノープロブレム、達成困難なミッションをクリアせよ。ランナバウト 3D ドライブインポッシブル。この迫力、ハリウッド級。ルール無用の 3D カーアクション、自慢のマシンでクールに決めろ。ランナバウト 3D ドライブインポッシブル。はい、ございます。皆さんご来店、ご入場、ご来店じゃねえやね、ご入場ですね。ありがとうございます。チャットの書き込みとかいただいておりますので、後ほどちゃんとこれもちゃんと読んでいただきましょう。僕実はですね、はい、番組終わった後家帰ってですね、はい、チャットコメント返してるんですよ。あ、見ました見ました。うん、あれね、なんか一人寂しい日記を書いてるようですね。日記、あ、うん、そんな感じになるんですけどね、はい、みんなとでなんか会話、楽しい会話してるような、まあでもコミュニケーションですよね。そうですよね、そう、うん、たまに言っちゃいけないこととかね、番組に言っちゃいけないことを結構言ったりするんですよ、はい、あ、でも羨ましいですね、僕コミュ障なん で、ね、また思うんですか、ほんとほんと、でもツイッターやられてるんですよね、あ、言わない方がよかったですか、いや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 、大丈夫です大丈夫ですか、はい、1本目のご紹介タイトルです、こちらですね、僕 VTR ご覧いただいたんですけれども、ロケットカンパニーさんのタイトルで、任天堂 3DS ランナバウト 3D ドライブインポッシブル、はい、こちらです。ランナバウトはですね、もともとプレイステーションとかドリームキャスト、これで発売されて人気を博したですね、交通ルール一切無視、何でもありのカーアクションレースゲームでございます。はい、でゲームがですね、これ謎の組織から受けた依頼を受けてクリアしていくというです、ね、ミッション形式で進んでいくんですけれども、はい、まあさすが謎の組織から受けたミッションでございますわ。クリアするためだったらもう近道とかですね、どこもかしくも当たり前でございます。はい、はい、で画面上に今これ見てるとナビが矢印で表示されてるんですけどもね、はい、であれこれこっち取った方が早いんじゃねえのって思えば、下に今いっぱい道あるじゃないですか。そうです ね、 ね、で上の画面にちゃんと緑色こっちだよっていう風に案内してくれるんですけども、はいはい、これナビなんで機械なんでちゃんとしたところなんですけども、近いなって自分の下の地図見て思っちゃえば、はい、川太郎はですね、もうショッピングモールとか建物の中とか、はい、まさに地下鉄の線路だろうが走る道はもうどこでも通行可能に走っていっちゃうんですよ、こいつら。そうですね、今、はい、あの画面爆発してますよね。爆発してますね、これ道は何、道を作ってるところですね。なるほど。あ、道にしているところと、そう、道にしている、はい、彼が走った場所が道だと、はい、そうです、俺が走った時にはペンペン草さんは生えませんって、そうですよ、場所みたいなもんですね。歩いたところが道なんだと。こんなですね、ちょっと待って、あれなんですか、ぶら下がってませんか。これはこういう別にゲームでミッションがあるんですよ、はい、うん、こういうふうに何をミッション1で発火してスパイクがなこういうふうにこれをクリアしていくっていう、そういうゲームで、はい、ミッション1効果って書いてありますよ。そう、どんどん降りていくっていう、そういうミッションも、ミッションっていうかこれはストーリーでもちょっと話して出てくるで、そういう一つずつクリアしていくよっていうのもあるんですけども、はい、でまあそれもね、まあまた結構これ、まあ、確か飛んでるよね、飛んでるっていうか、まあぶら下がってる感じですよね。自分がいる道って下のナビってたまに新しい道とか走ると、はい、ああいう古い感じがあるとああなりますよ ね、そうそうですね、僕目の前のカンパチ、あれ俺今カンパチ走ってるはずなのに山ん中走ってることになってるみたいになりますよね。そうですね。まあ、この間僕携帯のスマートフォンなんですけど、はい、ナビ機能で、はい、間違えてシアトル空港って入力しちゃってで徒歩で検索したら、はい、69日で着くらしいってのが、ガンパリアさんだな、おそらく世界観としては、っていうか何ですかあれ。でもうさすがに車じゃないです、あれ戦ってますよね。ね、フロンねえ、これまあ、何とするのかも、まあ、これはそうですけども、まあ無茶でも、これでも一応無茶とかしすぎると、はい、一応車もダメージを負うんですよ、壁の中ドーンって言う、まあ当然ですよね、そうですよね、でまあ最終的にはもう早く場合走行不可能になってくる場合もあるんで、はい、まあ大胆かつ慎重なドライビングテクニック等が必要になってきますよっていうことです、はい、慎重で大胆、そうです、ちょっと待ってください、はい、さっきから3枚に1枚は火を吹いてますしかもあの火を吹いてる車ポリスって書いてありませんかね。まあ、そういうポリスから逃げるんだったら、それに対応したいい小回りの車とかいいじゃないですか、はい、例えば狭い道が得意だったら、その小型のとか大型のバイクですとか、で他にもですね、タイヤが2つ立って乗るやつ、はい、人間が立ってバランス取ってウィーンって走らされるじゃないですか、はいはいはい、うん、それ商品名がいないんだよ。そういうやつとかね、はい、あとね、バスとか戦車とかブルドーザーとか、はい、まあ、行動にですね、F1 カーまでも走ることができる、F1 カーが、ね、フォーミュラー1が、フォーミュラー1がモナコかっていうぐらいのですね、
走ることできるんですよ、ね、マシンのステアリングとかサスペンションとかもチューニング施したりとか、あ、本当だ、ね、はい、でカラーバリエーションもこれ変えられまして、あの RGB の3色のバーを入れれば自分好みの、あの綺麗な色にペイントすることもできますので、はい、またゲームを有効に進めるため、まあ、アイテムとかも豊富ですね、はい、まあ、加速がつくニトロとか、うん、で戦車の砲弾さっきに打ってたありましたよね、はい、ドーンと、はい、あれのも始め、あとですね、さっきあったように、パトランプつけちゃうとかね、パトランプ、あーブルブルってこれつけりゃね、みんなみんなわーってつけてですどいてくれるし、乗降してくれるしみたいな、乗降してくれるし、バイクに時はあのヘルメットの頭のところにポンって乗っけるんですって、えパトランプの頭のところに、おまわりさんがですか、おまわりさんじゃない、運転、あのプレイヤーからですね、プレイヤーパトランプ、ちょっと待ってください、あれなんですか、あ、そうそうそう、あのアイテムとかが一歩き出てきて、はい、まあ、クリアするだけじゃなくって、あの街中に散らばれたコインとかですね、そういうアイテムの収集とか、はい、いろいろあるんで、そこに T-REX の化石もありますと、はい、そういうところにあの、はい、いろいろ集めていくことが可能ですよ、はい、そういう意味ではやり込み、一回遊んだだけでもやり込み要素が満載だったりとか、あと難易度も5段階から選べるので、はい、あの本当に普通の道通っただけじゃもうまともにクリアできないぐらいの難易度でもあるんで、すごいぜひともやり込み要素が高い作品ではございますと。すごいですね、恐ろしいですね、いやそうかそうか、ハプさん TS 版持ってたんだ、自分の車大破してゲームオーバーで終わったんですよ。あ、そうそう、そういうのですね。そうです、ドリームキャスト時代からこういうゲームあったんですよ、ね、そうです。で、F1 カーは公道走れるんですよねとかね。お、びっくり、柴田さん、今日面白いという、今日の柴田さん面白いという、ありがとうございます。今日、ちょっと待ってください、今日のっていうのがよくわからないんですけど、僕今回初めてなんで、今日からなんで、はい、ね、そういう夏井さんは、おう、左遷左遷って、左遷じゃないですよね、左遷ってな、僕が左遷されたわけじゃない、左遷って言いましたけども、ね、僕が左遷されたんだったら、その左遷先にいた柴田さんは行ってどうなるんだって、まあ、あの僕あれですよね、あの本社から師匠がいらっしゃって、うん、僕はあの倉庫管理の窓際の人間ですよね、いわば、うん、そうです、そういうわけじゃない、そんなんないね、僕も、ま、言いましたよ、本当に昔のトレーダー時代、お前店長やらしてやろうか、エトロフ店とか言ったりしましたけどね、エトロフ店、ごめんなさい、言語違いますか、言語違いますね、はい、そういうこと言ってしまして、飛ばさぞってですね、はい、今、若干大変意見失礼だよ、わかります、はい、ほんまにもね、あれですよね、今日はそうね、そうか、ユースの方が一瞬来るか、あ、本当に、あ、なるほどね、そうなの、ごめんね、わかりました、ということでございます。そうそう、ゲーマーさん休暇なんだってね、そうそうそう、ゲーマー休暇なんだって言ってた、変わったね、ね、さっきから何回も名前挙げてるから僕あの相手言わないですけども、そこの、店長さんですね、あのゲーマーさんのところの会社の株を持ってますよ、まあいいや、その話ははい、はい、こちら明日1月19日セロの B です、6090円で発売予定でございます。続いてのご紹介するましタイトルです、D3 パブリッシャーさんの XBOX360 用のタイトルで、お姉ちゃんバラ Z カグラでございます、はい、が、こちらのタイトルなんですけれども、はい、レーティングが ZG でございます、18歳、そうですね、18歳以上の方のみを対象にした内容が含まれております。で、消費者の方で年齢が18歳未満、つまり17歳以下の方は誠に申し訳ございませんが、ご視聴されませんようよろしくお願いいたします。お願いします、はい、で、また現在ニコニコ生放送でご覧の方々、はい、放送の規約に従いまして、このタイトルのみですね、放送が中断されますのみですね、はい、ですので、そのまましばらくお待ちください。で、次のその終わったタイトルからまた番組の放送を再開いたします。ユーストリームにて生放送をご覧の方、並びにですね YouTube で再放送をご覧の方はですね、このまま引き続きお付き合いください。はい、いや、それではお待たせいたしました。準備をちょっと整っていただいてよろしいですか。大丈夫ですかね。はい、はい、いやねえ、楽しみですね。ちょっとね、こういうタイトルもたまには紹介してるんですよ。はい、よろしいですか。はい、今こちらご番組をご覧いただいてたユーストリームで生放送をご覧の方、並びに YouTube でご覧の方々で今ご覧いただいております。で、それではお待たせいたしました。まずは VTR ご覧ください。Kill Aya and Saki.
sisters are boarded on an air cargo ship from Romania heading to Japan. Their mission is the elimination of the Ayasaki sisters, who have created zombies all over the world. The oldest of the sisters is Kagura. She was born between the mother of special bloods and the father of vampires. Challenge it! The youngest of the sisters is Saya. She has the same bloodline as Kagura, but is born of a different mother. They each have three weapons. Kagura has double swords called Kurobachikai. They're effective against the strongest enemies. Next is Hydra Blade, best used against multiple foes. The third is Exceed, better for fighting with combo moves. Saya uses Jason as her most powerful weapon. Ogre Hands for faster attacks. Morning Star for long range attacks. You can change the weapons at any time, from dagger to double swords, knuckle to chainsaw. During battle, once Kagura gauge reaches its limit by exposure to blood return, it will overflow, allowing special attacks. To use these special attacks, look for a cool combo attack to tell you when they are available. Kagura and Saya have two different special attacks. You can find them yourself, depending on the situation. Furthermore, we have a new system called Blood Recovery. Power can be recovered by drawing in your own blood, which was splattered into the air. Unfortunately, during blood recovery, you are more susceptible to damage, so it must be used carefully. And secondly, Heroic Drain. It is only able to be used as a special attack against specific characters. By decreasing the strength of specific characters, the effect is very powerful. Since ancient times, the special bloods have fought the vampires. Kagura and Saya are trying to end this feud. パブリッシャーさんのタイトルですね、はい、Xbox 360タイトルお姉ちゃんバラ Z カグラ。2004年にですね、もともとシンプル2000シリーズとして発売された作品、あ、もうちょっと廉価に近いタイトルの低価格タイトルソフトのウェアだったんですけども、はい、これがその後 PSP や Wii などでも発売されてですね、お姉ちゃんバラが結局あの5年ぶりに Xbox 360、まあ、しかもセルの Z として帰ってきました。す
B とか PSP ではさすがに D どうもやったんですよ。いや、はいはい、うん、絶対なかった。で、今回ストーリーはですね、見てご覧ください。世界中にゾンビを発生させているこの元凶、はい、うん、これでですね、日本のこの元凶って方がですね、日本にどうもいるということでしくて、この天下のハットをかぶった神楽さんと、神楽さんと、次ちょっと写真見てもらうんですけど、チェーンソーを振り回すこのサーヤさんって方、ジェイソンを振り回す、そうです、ジェイソン、そうです、ジェイソンですよこれ、はい、武器ね、お姉姉妹がですね、ルーマニアから輸送機に乗ってやってきまして、っていうところからお話が始まります。すごいです ね、 うね、もうお腹いっぱいですねで、かもうこれもう今輸送機で見るんですけども、はい、この人ね、ちょっとね、あの、こんな言葉ですよ、おかしいですね、次に見たらと分かるんですけども、はい、飛んじゃいますかね、普通にピョンって。ちょっと待って、何も身につけてませんよね。いやー、どっかになんか腰にね、ウエストポーチらしきものは身につけてるんですけどね。まあ僕には日本刀と脇差ししか見えないんですけどね、恐ろしく飛びますよね。しかもヒール履いてますからね。ね、で、この後刀を持ったこの女性がですね、まあ、ゾンビをしっちゃかめっちゃかやっつけるお姉ちゃんまのシリーズなんですけども、まあ、シリーズ中特有の面白いシステムがたくさん出てきておりまして、まあ、例えばですね、敵をたくさん倒せば武器に血がどんどんこびりついちゃうんで、はい、あの切れ味が落ちちゃうんですよね、はい、まあ、時にはその血をバンってあの振り払うんですよ、リロードって、はい、であの電柱の弾幕とリロードと一緒ですよね、はい、そうすると血を振り払わないとどんどん切れ味が落ちていっちゃうと、はい、でまた、うん、同じようにですね、その怪血は自分にも付着してるんで、はい、で、あのそれらはゲージとして表示され、マックスまで溜まると暴走状態になる、暴走状態、うん、で、その暴走状態になると攻撃もスピードも全部、攻撃の範囲とかも全部上昇する一方、体力も減少するというですね、はい、まあ、全てにおいてマイナス状態になる、ただだけじゃなくて、もう何もかもが暴走するっていうことですね。で、その前にも攻撃がヒットした瞬間にタイミングボタンを入力すると、まあ、攻撃力の高い連続攻撃を繰り出せるクールコンビネーションとかをはじめ、まあ、ボス戦では、ちょっと今いいところなんですけど、ボス戦 で、 ですね、特別な演出とか入って、これボスの血ガブって吸っちゃってるんですよね。吸う、そうです。で、ボスの血を吸ったりして敵を倒したりと、まあ、たくさんのいろんな攻撃法とか出ます。はい、はい、で、今作の主人公であるこの神楽さんはですね、まあ、剣を駆使した遠近それぞれに合った攻撃方法ができるんですけども、うん、もう一人のそのサーヤさん、妹さんはですね、チェーンソーを振り回しながら、はい、まあ、近距離ではまあパンチとかキックなどを使ってですね、撲殺をすることで、もう時にはモーニングスター、モーニングスターですね、有名ですね、あれをもうブンブン振り回して周りの敵を一掃するとかいったそれぞれの特徴ある戦い方をします。で、こういうゲーム中はですね、またですね、たくさんの要素も織り込まれておりまして、例えばプレイヤーの衣装とかアクセサリーなどの装飾ができると、はい、うん、これすごいですね、あの天下のハットなんかもし買っちゃってますからね、もう結構こと細かいですね。すごいですよね、こういうところまで一つ一つね、出てきてる、はい、次の妹さんのコスチュームとかもすごいですよ、はい、もう猫身つけちゃった、羽生やしちゃった、うん、あれはやっぱりその装備品によって見た目だけじゃなくて、見た目だけじゃなくてね、いやでも妹さんはね、あ、ごめんなさい、妹さんっていうと僕ちょっと別の違いを明け出しそうなんで、これ以上話すのやめておきますけど、はい、はい、でストーリーモードとはまあ別にですね、このミッションモード、はい、こういうですね、さまざまなミッションをクリアするという XBOX のランキングに対応したりとか、今映っているようにコントローラーのものが2つあったりするとですね、はい、2人同時で協力してのプレイ、ここでも可能になってします。楽しそうですね、うん、で、操作に慣れてるプラクティスモードとか、こういう風にアクセサリーを入手できるクエストモードなんてもですね、はい、まあ、一度クリアしただけではなかなか熱く見尽くせない、盛りだくさんな内容になっております。はい、はい、うん、こちらちょっとパッケージですね、はい、まあ、ストーリーでもいい話ちょっと触れてなかった、最初の方触れたんですけども、実はそのストーリーの前作の主人公がですね、今作が敵となって登場すると、はい、はい、まあ、彼女たちがストーリーどう絡んでいくのかっていうのも、シリーズ通してプレイされた方たちにはもちろん、まあ、楽しんでいただけるもらえる作品になっております。前作のファンも、はい、レーティングプレセロの6800円、1月19日です。 VTR のご覧、最初ご覧いただく最後の方に見ていただいたんですけども、初回特典として限定コスチューム、さっきあのコスチューム変えられたって、はい、あれのダウンロードコードが封入しておりますので、はいはい、ぜひともあのご興味のある方はご検討ください。で、次で3本目のタイトルなんですけども、ちょっと復帰しますので、そのままユーストリーム並びに YouTube の方は少々お待ちください。はい、ごめんなさい、その前ちょっと皆様のコメントも読んでいただこうかなと思います。あ、ごめんなさいね、ごめんなさいねって、今これニコ生の人に謝っても分かんないか、まだかなと、早くと、もう少し情報がおーとかです、ごめんなさいね、ちゃんとこうやってね、18歳未満の方はちゃんと守ってくれるいい子たちばっかりじゃないですか。そうなんですよ、ね、逆にそうじゃなくても、こういう怖いですよって言ってる上では見たくない方も中には、そうですね、血とか怖い方いらっしゃいます、戻りましたかね、いや、ちょっともうちょい前、はい、
そうですね、まあ、パッケージの時点で Z ってやったね、さっきのもね。そうですね、Z って、大きく、デカデカと。そうですね、これ時折、テペさんね、時折タバスコの場合に、あのタバスコの量ないですからね。まあ、あのタバスコの量だったらもう失明ですよね。あれ、血をなんか全部、あの、ドレインって今度、また別のまた、あの、はい、ドレイン、吸っちゃう感じの。吸うっていうのは技が見えるんで、はい、あれ全部タバスコで投げるんですよね。あれ全部タバスコだったらもう、ショック死ですよね。ですね、はい。いや、それまで、いや大変なことですけどね、こんな子、やっぱりそうですかね。じゃあ、すみません、はい、ここで再開します、ごめんなさい。おっ、なるほど。ちょっと今、ちょっと、ニコ玉は、はい、サバがですね、あら、わかりました。ちょっとニコ、あ、ニコ玉の方は、読み込み中になりましたね。今、だから復帰中ってことですね。はい、今、復帰してる最中でございます。はい。ちょっとね、技術的にも我々今、面倒なことをやってしまってるんですよ、そういう意味では。はい、うん、もしかしたら、あ、始まったね、肉玉の方は。もしかしたら、自動と一回打ってもらった方がいいかもしれない。うん、お願いします。肉玉放送、あ、防止用語お待ちください。書いちゃおうか。F5、ファンクションみたいな中で、F5 で言って、僕言ってもこれが届いてるんですかね。届いてないですよね。なんで、じゃあ、コメントで書いちゃおう。受けコメントを書きました。あ、はい、なるほど。またしましたね。でもそれだけちょっとですね、表現のやっぱり問題視っていうのは我々もちゃんと重視していかなきゃならない部分もありますので。そうですね、はい、まあ、うん、まあ親だったら見せないですよね。そうですよね、またそうじゃなくても怖くて見れない人もやっぱりいるんですか、苦手な方っていうのもやっぱりいらっしゃるんで、以前もですね、やった方っていらっしゃるんです。はい、やった別にスロー G を今まで紹介してなかったことはないんですよ。何回かあったんですよ。はい、ですから、まあ、いろいろね、難しいんですよね。はい、じゃあ、わかりました。はい。はい、そのままユーストリームでご覧の方は、何事もなかったようにご覧ください。はい、ニコニコ生放送でご覧の方は、何事もなかったということにおやすみなさい。はい、はい。そうなの？俺腰しましょう。僕もやってみようか。無理だ ね、 ね、はい、ごめんなさいね、はい、というわけで、ごめんなさい、そのまま本日はユーストリームでご覧ください、はい、お願いします。ちょっとごめんなさい、無茶なことしましたね、僕も言えなかった。はい、じゃあ、でもあれがダメだったらバイオハザード発売できない気がって。バイオハザードもそうなのかね。バイオハザードもあれ、表現セロができる前から暴力的な表現ありますよ、はい、そうですよね、はい。じゃあ、いつか3本目の VTR ご覧いただくことがあります。申し訳ないです。じゃあ、こちらのお待たせしました。まず3本目、こちらの VTR をご覧ください。はい、夜の帳が降りる頃、あなたの耳元でひそやかに語られるちょっと大人の昔話。官能の世界を存分にご堪能ください。姫様は私の命よりも尊きお方、愛おしいと思いこそすべ、邪魔などと思ったことは一度としてない。もうダメかもしれない。ごめん、君との約束守れそうにない。大きくすまない。この通りだ、私が悪かった。だから なあ、グレーテルったら顔中チョコだらけにしちゃって、もったいないな。
そなたは私にだけ笑顔を見せた。そなたの笑顔、声、何もかもが私だけのものだった。夫であるこの私に、なぜ一言もなく連れて行ってしまったのだ。こうしてはおれん。一刻も早く連れ戻さねば。あなただけが違うと思った。私は裏切られたのです。愛する妻に、最愛の妻に。あなたが本を開いてくださるなら、私はいつでも駆けつけます。はい、こちら3本目にご紹介するタイトルですね。はい、もう1個いい？ごめんなさい、ちょっと待てよ、ね、ちょっと途中からやり直します。ごめんなさい、ちょっと待てない。はい、それまでどうしますか。僕が日曜日朝起きたら一体どうなってた話をしますか。はい、V できました。はい、良かったですね。V が途中でしたらもう一度戻しますよ。はい、はい、ごめんなさい、もう一度ご覧ください。はい、スタッフが動揺しております。はい、はい、アイディアファクトリーさん、そしてオトメイトさんのブランドから発売されるタイトルです。プレイステーションポータブル用ソフト、感動昔話ポータブル。これですね、 5PB さんよりですね、シリーズが、リリース中の人気の朗読 CD なんですね。はい、この感動昔話を PSB でゲーム化、これちょっと面白いですね。こういう作品からあのゲーム化されるっていうのは、例えばノベルだとかコミックスだとかっていうのは、うん、アニメーションからってなんですけども、朗読 CD、 朗読 CD からですね。こういうシリーズがあるんですよね。はい、お話を読んで聞かせてくれるっていう。そうですね、そうですね。この感動昔話、誰でもですね、まあ、一度は聞いたことある、皆さんも知ってる昔話をちょっと感動的な表現に書いて男性声優さんが朗読しているという商品なんですけれども、で、耳で感じる癒しというものをテーマに、はい、まあ、聞く人の妄想を後押しする作品でございます。うん、はい、うん、で、その、すみません、セリフをですね、一部を立体音響効果による 3D ダミーヘッドマイクにて収録してるんですけども、これダミーヘッドマイクっていうのはですね、前他の作品にも使われるんですけども、はい、あの、例えば僕の声って今、柴田さんから見てくると、左から聞こえてるじゃないですか。そうですね。ということと一緒で、はい、人間の声優さんのマイクのあるとあらゆるところにマイクの箇所を置いて、はい、それで喋ることによって立体的な音を作り出して、はい、それ例えばヘッドホンで聞いてることによって、はい、あ、ごめんなさい、ニコ動が復帰したそうです。大変ご迷惑おかけしました。はい、申し訳ございません。はい、今ですね、アイディアファクトリーさん、そして乙女さんのブランドの、プレイステーションポータブル、感動昔話ポータブル、こちらご紹介しているところでございます。で、このダミーヘッドマイクで収録っていうんですけど、そういうことやるといろんなところにマイクを立体音響で捉えてるもんですから、はい、ヘッドホンでそれを聞いた人がまるで多分耳元で声をささやかれてるとか、いや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 、そういうことなんですって。はい、ね、お客さん終電ですよとか、そういうことですよ、この距離で。そうそう、僕もよくね、つきっぱなしのお父さんの耳元で、お父さん、タバコ燃えてるよって言ってることなんですよ。あれですよ。あれ
父ちゃんが、うん、うん、あれですよね、え、残り15分ですか、やばいね、まあ、まあ、相当早いよね、結構焦ってるでしょ、全く焦ってないですよ、まあ、まあ、ちょっといたずらな、いたずらですね、そうです、いたずらにこれ火ついちゃったんで、ね、そうですね、いや、最後に火ついたけど、うちの父ちゃん、絨毯火ついちゃったみたいな感じですね、ちょっと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 、よし、魔法、はい、そのですね、もちろんその、今回のゲーム化にあたっても、僕、今、大丈夫って言わせてました。今観音昔話の CD 版の話をしてまして、はい、一つもゲームの話してません。そうですね、これですね、そのゲーム版もその今回ゲームがあってもダミーヘッドマイクによる収録がもちろんされて、うん、しかもですねあのちゃんとフルボイス化されてる。そうですね、あれよね、今までその読み飛ば どうしてもノベルなんで文章を読むだけだったらいいんですけど、ちゃんと全てのセリフを声優さんが読んでくれると、はい、うん、で今回収録された作品は、まあ、一寸帽子とか、はい、人魚姫あとヘンゼルとグレーテルとかですね、はい、他7作品がいっぱい詰まってまして、はい、またゲーム化をされることによってただ読み進めるだけではなく今までゲーム化 CD 化された時は一方通行で聞き手だったものがですよ、うん、今度は途中分岐点とか設けられてますので、はい、今まで知ってるおとぎ話とは違った別のエンディングを迎えると。なるほど、そういうこともある。もう彼らとの物語を作ってくれと。そうですございます、はい、おーすごいドラマチック、びっくりしました。俺スーパーミルクしたかと思って今自分で、はい、ごめんなさい。1月19日セラノシーです。これも明日発売ですね。6,090円で、限定版がですね8,190円で、こちらもですね、限定版の方には桃太郎こちらのですね観音劇場の CD と、はい、で、他にもですね特製絵本、これ絵本の中ですね、はい、キャストのコメントなんかも収録されているそうでして、キャストさんの、この豪華なキャストさんの、超豪華ですよね、これね、すごいですよね、びっくりしました。名前はあえて言えないですけど、あのタマニュータウンとかにいっぱい出てくるような人。そうですね、タマニュータウン。これ分かるのかな。はい、ね、で予約特典でですね、北風と太陽、こちらの CD もあります。ぜひご興味のある方は予約を、はい、急いで今からすれば間に合う。はい、今ですね。今だと通販サイズだったら間に合いますので。はい。はい。ちょっとご興味ある方はご検討ください。はい。はい。VTR まだまだありますのでね、ちょっと待って。他にもまさにニコ生も放送再開しましたのでありがとうございます。ありがとうございます。戻ってきた。あ、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。いっぱいありがとうございます。びっくりしました。はい、こんな見てる人いるんですね。びっくりしました。敵片手で収まるぐらいの人数しか見てないかと思ったんですよ。4人とか。ね、はい、そうだと思います。お待たせしました。まだまだご紹介するタイトルがありますので、まずこちらの VTR をご覧ください。もう多分うちの今日のスタッフさんは帰ってこれません。はい。急がれて、もうすべてのやつで大変ですね。はい。まあでも新しいことですからね。うん、はい。タイトル変えましょうか、順番。タイトル変えましょうか。静止画の先ですか、先ですよね。うん、動画。あ、本当。はい。ごめんなさい。ごめんなさい。じゃあ静止画でいきましょう。はい。はい、わかりました。じゃあ先に紹介、静止画のスチール見せてもらっていいですか。はい、はい、それで紹介させていただいてもよろしいですか。はい、ソニーコンピューターエンターテインメントさん対です。プレイステーションビーターですね、ワイプアウト2048、こちらですね、96年にプレイステーションで発売されて以来、まあ、爽快感ある半重力のレーシングゲームということで、うん、これプレイステーションビーター用のタイトルとして映像とかサウンドが、まあ、さらに向上して新しくなりました。で舞台となるのはですね、まあ、近未来の、まあ、タイトルに出てくるんですけど2048年、この半重力のテクノロジーを使ったクラフトっていうんですよ、これクラフト。クラフトで呼ばれるマシンを操作してレースに勝利することが目的です。はい、でシングルプレイはキャンペーンモードではですね、まあ、オフラインのレースをどのイベントクリアしていくことで、うん、新しいイベントが開放されたりですとか、うん、まあ、新しいこの機体クラフトが使えるようになったりするんですね。はい。はい、また通常のこれ方向キーを使った操作は今まで通りの方向キーもちろんのこと、そのモーションセンサー中に PS ビータの中に傾きを確実に捉えてくれるセンサーが内蔵されてますので、はいはい、あれでハンドリングを操作したりとかですね、すごい、うん、感覚的ですね。そうですね、タッチスクリーンでアイテムを使用できたりとかですね、はい、まあ、新しい操作にも対応しております。で、まあ、そういう意味ではですね、やっぱり PS ビータ流れの気持ちいい操作方法だと思うんですけども、そうですね、うん、もう2048年だと本当にそういう操作なんじゃないですか、うん、ね、これって気になるんですよね、だんだんもう
今もうあと数十年で僕らの時は今の時代は分かんないですけどもちょっと前までは車が21世紀に空飛んでるって言ってましたからね。そうですね、まあはい、あの富士五フォーミュラー、そう富士五フォーミュラーそのフォーミュラはさっき の, あのランダムアウトから持ってきちゃってないじゃん。そうですねびっくりしましたフォーミュラまでこれあのね面白いのがですねこのアドホック通信、はい、つまり普通に目の前の人と一緒に対戦することもできるんですけど、そうですね、おなじみので Wi-Fi でのネットでも対戦ができるんですけれども、はい、この今後アップデートする予定なのがですねプレイステーション3で今ワイパーと HD っていうタイトルが発売されてるんですよ、はい、プレイステーション3のタイトル、はいはい、でこれがですねこのプラ今後バージョンアップするとそのワイパープ 3D のコースでプレイステーション3ユーザーと PS ビータユーザーがネットワーク上で同時に対戦できるんですよ。はい、おお、そういうこともできるんですね、うん、もう本当に、ね、このビスタのなんていうか技術を見せつけるところじゃないかみたいなうん、そういうふうに PSP でもあのできたタイトルあるんですけど、はいでもすごい今までなかったですよねそういうの。そうですね、でプレイステーション3ユーザーはユーザーで大きな画面使ってやってますんでね、うん、あのそれでビータでやるとまた感覚違うんですけど、うん、遊べると思います、はい、ではですね、VTR のご用意ができましたようなのでこちらご覧ください。お待たせしました。セダの A です、パッケージ版4980円、ダウンロード版も発売予定でございます3980円でございますのでぜひとも皆様ご興味のある方はご検討ください。続いてのタイトルです。 VTR よろしいですか。はい、もちろん、はい、じゃあもう一つ続けて VTR ご覧ください。どうぞ。
ーションビートのタイトルはもう一本、ソニーコンピューターエンターテインメントさんからですね、スターストライクデルタ、これですね、プレイステーションビータ初となるんですよ、シューティングゲーム、はい、あ、そっか、ビートシューティングゲーム出てなかったんだなと思ったんですけども、うん、これが発売されます。実はスターストライクデルタってプレイステーション3とかですね、 PS3 でもダウンロード版でしか発売されてないタイトルなんですよ。なんでご存知の方も多いと思うんですけども、これね、僕間違ってたら申し訳ないんですけども、1970年代にインテレビジョンでスターストライクってタイトルが出てるんですけども、はい、関係あるんかどうか知ってる人がいたら教えてください。はい、お願いします。すみません、はい、すみません。だからファミコンより前ですね。うん、そうですね、はい、で、まあ、縦や横スクロールのこういうシューティングとかじゃなくって、このストライクってのは全方向シューティング、これ星の周りぐるぐると動いててすごい華やかでしょ。はい、すごい、まあ、すごいですね。そうですね、襲いかかる隕石とかですね、そういう敵などですね、もうバシバシやっつけていくっていうですね、はい、いや、これすごい腕に覚えのある方ぜひとも遊んでいただきたいタイトルなんですけども、うん、またあの前面のタッチスクリーンとか操作したらこういうふうにボムですとか、はい、で背面触るとブラックホールがキュイーンって出てきたりですとか、うん、そういう、あと加速のセンサーで本体を傾けると、これさっき VTR 見てて分かると思うんですけども、本体傾けることで見える角の方向とかも変わるんですよ。でも上からの星の裏側を覗きたいとか、はいはい、そういうこともできたりするんですよね。すごいですね。でこちらですね、まあ、ちょっと1月19日、これも明日発売です。セロの A です。こちらダウンロード版だけのが発売予定でございまして、1000円です。はい、あら、お手頃。すごいですね、うん。もうお買い得。お買い得でございます。ちょっと遊びたい方はぜひともお買い求めいただいたらどうかと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ということでですね、今番組の方も残り時間あと短くなってまいりましたが、以上これでですね、エンディングの時間となってしまいました。そこで、先日中ご紹介させていただいたんですけども、こちらのタイトル、PSP ソフト、クイーンドスさんからですね、魔法使いとご主人様豪華版、こちらの方3名様。はい。そして、もう一人、ATS 水曜、木曜、金曜日の MC で全員の寄せ書きのサイン色紙、いや、最終的に瀬尾さんが3分の1を埋め尽くすっていうですね。まあこれはまあ僕らのね、まっとうですね、ですね、よく見るとこれ最終記事のこれビニール袋にバーコードついてますよね、これね、これちゃんと消えますので、ね、袋に入れっぱなしでしたら申し訳ないですよね、本当に。そこ反省に、それ何書いてるの、後ろの辰年と書いてる、なんか書き足しますか、これ余ってるとこ。せっかくですね、せっかくですからね。わかりました、あの、じゃあ、あの結婚とかつけておきます。はいで、どちらかの欲しいのか名義の上ですね、こちらあの番組までメールください。もちろんあの2456、こちら3回目ですね、キーワード発表しております、はい、あちらも一緒に名義の上ですね、番組までメールをいただこうと思います。メールの宛先は info@akiba.tv まで、こちらあの akiba.tv のホームページ、こちらのデータからもあの申し込みができますので、で必ずですね、住所、氏名、そして番組の感想で、こちら最初最後3つに発表したキーワード添えて、あのご応募ください。よろしくお願いいたします。お願いします。締め切りは1月の20日金曜日23時59分こちらのタイムスパンプ付けまでとなっておりますので、お気をつけくださいませ。はい、そして、長々、ずいぶん急いで走ってまいりました。ごめんなさい、あとですね、メールを実は番組後半で読む予定だったんですけれども、無理でした。ごめんなさい。どこでした、初めての番組。いや、もう初めてのことだったんで刺激がいっぱいありましたね。うわーうわー、まあでも、そのテイストでまだ今日、はい、あと40秒しかないけど、まだそのテイストで言いますかね。あ、もちろんもちろん、次回も、次回も、はい、次回もぜひと申します。すいませんね、こんなね、あの初めてにするのなかなか難しいけど、ちょっとね、いや楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、何かあの柴田さんから告知とかありますか。僕は特に告知はないんですけど、逆に師匠は、あ、僕です、告知ですか、僕はあと1時間ちょいで年を1つ取ります。また明日。